こんにちは、 BA チャンネルの BA です。今日も見てくださりありがとうございます。今日の主役は火祭りです。初めて苗を購入したのは今から3年ほど前。以来全然うまく育てられなくて、試行錯誤の育成記録です。よかったら最後までお付き合いください。購入しては花芽が伸び始めて、そして枯らして2回ほど買い直した記憶があります。一昨年はその花芽をちょきちょき切ってプランターに挿してみました。ご覧の写真は後日挿した葉の脇から新芽が出てきた時の様子です。そしたらまたどんどん伸び始めて、再び花芽と思ったら、今度は様子が少し違うようです。伸びた枝の節目節目に、あのチューリップのような形の脇芽、新芽でしょうか。自分家で育て始めて2年ちょっと、初めての火祭りチューリップ出現です。それにしても葉っぱに見える黒い点々は何なんでしょうか。病気？それとも虫の仕業かな。念のため花と野菜の病害虫に効くらしいベニカを振りかけておきました。去年は大きめの台風がやってきて、その翌日折れて落ちていた枝を花壇に刺したのが11月です。相変わらず葉っぱの黒い点々は消えていません。でも様子を見ていて、虫や病気にかかっているとも思えないんですよね。それどころか3年目にして園芸店で並んでいるあの火祭りの赤いチューリップのような形がたくさん出てきています。花芽も何本か伸びてきました。この花芽はカットして、下の方の新芽の部分を花壇に挿しておきました。11月の台風で折れた枝を花壇に挿した火祭りが思いのほかきれいに育っているのを見て、地植えいけるなと気をよくしたからです。そしてこれは現在のプランターの様子。完全にカットの時期を逃したって感じですよね。あのきれいだった頃にカットすればよかったんでしょうか。それまで全然うまく育たなかった火祭りがやっときれいになったと喜んでいたあの頃にカットしてしまうなんて考えられなかったです。このプランターの火祭りはこのように傷んでしまいましたが、花壇の火祭りはご覧のように黒い点々もなく綺麗なままです。このプランターと花壇、何が違うのか考えてみました。まずは日当たり。プランターが置いてあった場所は朝日から午前中いっぱい日が当たる場所です。そして花壇は朝の8時ごろからお昼の3時ぐらいまで日が当たります。
次に水関連。プランターは屋根がないので雨ざらしでした。花壇は屋根はありますが、火祭りが植えてある手前の方は雨が降ると濡れる場所です。でも防寒のシートを夜だけしていたので霜はかかっていません。なんとなく見えてきましたかね。霜でしょうか。あれ？でも確か夏の映像にも黒い点々がありましたよね。わからなくなってしまいました。プランターには培養土多めで保湿を高めにして植えていました。結局のところ答えは出ないまま、今日カットした火祭りの苗はどこでどんな風に育てたらいいのでしょう。霜は避けた方がいいですよね。雨もかからない場所に置いてみようと思います。とりあえずカット苗の下葉を掃除していきます。今回はこの大きめの木箱に挿していきます。移動しやすい方がお世話しやすいですよね。キッチンネットを切って底に敷き、土を入れてオルトランを巻いておきます。根っこがないカット苗は植えるのが簡単。ただ場所を決めて置いていくだけです。中央に大きめの苗を置きました。その周りを埋めるように苗を敷き詰めていきます。よく見ると中央の大きめの苗は黒い点々が見当たりません。茎が長く伸びて垂れ下がり、下を向いていた苗です。この後しばらくはベランダで養生して、徐々に日向へ慣らしていこうかと思います。置き場所はとりあえず屋根のある日当たりの良い場所。冬は霜に要注意ですね。今後この火祭りが復活するかどうか、これからの動画でちょくちょく出てくると思います。お楽しみに。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。